どうもこんにちはです。今回は自己紹介などを全くしたことがなかったので自己紹介の方をしていきたいと思います。鉄道になりたいんですが、まだまだ鉄道の知識が全然足りなくて、これから勉強していくということで、鉄道の卵というチャンネルを開設させていただきました。20歳です。身長は194センチ。野球は奥さんと息子と娘がいます。息子はですね、電車に乗ることが好きで、一緒に乗ってるうちにですね、自分も鉄道にですね興味が出てくるようになりまして、そこで初めて運転しました。上京する前は地元であの JR と地下鉄に乗り換えができるようになってですね、俺すげえと思っていたんですけど、やっぱ東京に出てきて路線の多さや施設の多さにですね圧倒されていたんですね。どうしよう、営団地下鉄なんかね、かっけえなーと思いながら乗ってました。で、もともとですね、旅をすることが好きで、日帰りの弾丸旅行とかですね、あの福岡とかそういったところに弾丸旅行するのが、好きでしたね。ですから今ではですね、特に何もしてこなくて、まあ、子供が生まれてですね、子供に誇れるものが何もなくてですね、父ちゃんかっこいいねって思われるようになりたいと思ってこのチャンネルを始めました。夢はですね、子供と一緒に日本縦断ってみたいなと思っております。で、まあ、この年になってですね、鉄道好きってなってもなかなか友達を作るっていうのが難しくてですね、なかなかできない、できづらいんですね。やっぱり友達っていると、趣味って楽しさ倍増すると思ってるんですね。なので今回ちょっと旅に出ようと思っております。で、そこで今回ですね、あの旅の様子ですね、 YouTube ライブ等であの生放送して、行きたいなと思っておりまして、そこで、まあ、友達になってもいいよっていう人がいましたらですね、ぜひ突していただけると助かります。またですね、今回あの友達になってもいいけど、まあ、ちょっと通んないよっていう人がいましたら、あのツイッター、今 X ですね、もやっているので、ぜひぜひご連絡の方お願いいたします。ちょうど今あの18切符が手に入りまして、それを使ってですね、今回、まあ、スタンダードな東京大阪間の旅をしようと思っております。まあ、今回ちょっとまだ、奥さんに行ってなくてですね、あの多分言うと怒られると思うので、今回内緒でこっそりと行きたいと思っております。そこでタイムリミットとして、まあ仕事終わりと仕事の終わる時間と同じぐらいの時間に家に帰れればなと思っているので、それぐらいの時間帯に東京駅に戻ってこないといけません。まあさすがにあの帰りは新幹線になると思うんですけど、そんな縛りのある弾丸旅行ですが、今回8月の15日この日に結構したいと思っております。まあ朝6時ぐらいにですね、この見えるかな、はい、東京駅、ここ東京駅を出発して、ゴールは大阪駅、まあ、有名 YouTuber がいつも利用しているあの大阪駅の道までたどり着ければなと思っております。まあ、何時に着くのか、果たしてゴールができるのか、まださっぱり分かりませんが、初めて18切符を使って旅をしていきたいと思っております。また撮影している現在ですね、ちょっと台風が近づいておりまして、まあ、台風大丈夫かと思うんですが、予報では、まあ、その日にですね、台風7号が直撃するなどの情報があります。まあ、交通網に影響がある場合はですね、そんな撮影しながら移動するのはあのいろんな方々に迷惑がかかると思いますので、その時はちょっと中止という形にしたいと思っております。なのでその際はですね、先ほど言ったあの Twitter、X で、いや、このチャンネルにですね、で報告したいと思っておりますので、ぜひあの事前にチャンネル登録、またあの Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ぜひぜひ当日遊びに来てください。ではでは。